うんうん、いいよ。いいよ。の、ハロー。なんでお前がここにいる。いや、泉のことが心配で。仕事はどうした。ロンドンでレコーディング中だろ。で、来ちゃった。来ちゃったじゃない、ロンドンと東京だぞ。深夜2時過ぎのコンビニにアイス買いに来たみたいに言うな。えへへ、そうだね。まあいい、今は好都合だ。その代わり、立てこもっている泉を説得して撮影に連れ戻せ。オッケー。トラックダウンまで終わったんだろうな。もちろん、今度のアルバムもすごいの作っちゃったよ。とてもそうは感じられんが。お、これは一条龍馬のお守り玉。泉が持っているはずなのに、なぜこんなところに。ああ、あの吸ったもんだかな。吸ったもんだ。あ、何があった。いいえ、問題はどうやってドアを開けさせるかだが。泉、お兄ちゃんだよ。え、あ、成功したら後でご褒美ちょうだい。お、早く連れてこい、この仲良し兄弟が。あはは。もしもし。おい、どこにいる。ここだよ、ここだよ。はぁ、レイが迎えに来てくれて助かった。一時はどうなるかと思ったよ。で、どうしてこんなことになったのか教えてもらおうか。俺は暇じゃないんだ。あ、ごめんごめん、結局いろいろあってさ。泉、どこ行ったかな。ん、何してんの。こんなこともあろうかと、泉のカバンには発信機が仕込んである。マジ、居場所わかんの。ああ。ねえねえ、俺にはついてないの。お前の私生活には興味はない。何それ。それより正午。ん、何。今晩うちに来いよ、久々に飲もうぜ。うん、行く、絶対行く。ただしきちんと仕事を終わらせてからな。終わらせる、全部パーフェクトにちょっぱやで終わらせるよ。行ってきます。恋愛レベルがやっとアップしましたね。何独り言言ってるんだよ、レイ。いや、何でも。それよりどうして朝っぱらから俺たちは遊園地に来ているんだ。だってこないだ観覧車に乗れなかったじゃん。え、遊園地の締めは観覧車って決まってるの。もしかしてお前。ん、泉と龍馬のデートを邪魔したいだけじゃなくて本気で遊園地に来たかったのか。うん、レイと一緒にね。付き合ってくれてありがとう。